ちは、アスリート栄養チャンネルの北見よりです。こんにちは。絶対 NG な朝食5選ということでお話をしていきたいなと思います。私ですね、小学生からオリンピック選手までアスリートの栄養サポートをする会社をしておりまして、そんな中で今日はですね、選手だったり成長期っていうところにポイントを当てながら、どういった朝食がこれは避けておきたいなっていうところをお話していきたいなと思います。結構朝食の質問いただくんですよね。なので朝食のところをお話していきたいなと思います。過去にね、朝食のこう10選パワーフードとしてこれを取りたいよっていうお話も上がっているかなと思うので、ぜひ参考にしてみてほしいんですけれども、何か新しい気づきになればとっても嬉しいなと思うので、ぜひ最後まで見ていていただければなと思います。イベント等やレッスン体験会等は公式 LINE から発信しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみていただければなと思います。朝食の重要性に関してなんですけれども、アスリートでいうと動く前にしっかりエネルギーとっておきたいよっていうのもありますし、成長期の選手たちでいうと、朝の時間逃してそのまま学校行って筋肉削りながら学校行って補食でちょっととって夜だけだともう全然足りないですし、間に合っていかないので、そもそもこの朝の時間っていうのもめちゃめちゃ重要なんですけれども、それだけじゃなくて、1日の血糖値を安定させるためにもしっかりと朝からエネルギー源とっておきたいですし、夜寝ている間に来る夜間期低血糖のね、これもね、身長体重アップとかそういったところにもつながってくるのも問題ですけれども、それを防ぐね役割もあるので、選手たちにとっては朝食重要かなと思います。あとはですね、夜に偏っちゃって朝なかなか食べられなくて、夜に偏った結果脂肪めちゃめちゃついていってますみたいな人も多いですね。そういった人はもう朝ごはんも見直すポイントかなと思います。もちろん夜も見直してほしいんですけれど、朝も見直すポイントかなと思いますし、血糖値をしっかり朝からこう上げておかないと、今度変な時間にね甘いものが欲しくなったりしますね。甘いものがやめられない、こんな人も朝ごはん見直してみるととてもいいかもしれません。疑問としてね、思い浮かぶこととしては、一食抜いちゃった方がいいんじゃないっていう人もいるかもしれません。血糖コントロールをこうする力が非常に高い人であればいいんですが、これ一食抜いてしまうとですね、低血糖体質の人にとってはデメリットの方が勝ってしまうわけですよね。それこそ成長期の選手たちもそうでしょう、あとアスリートたちでいうと筋肉分解されていっちゃうとか、そういったこうデメリットもあるかなと思うので、それ人によってねちょっと違うかなと思いますが、体にとってはねストレスになりやすいです。空腹時間が長くなるほど交感神経が優位に働いてアドレナリンが出てしまいます。体はね無理をしている状態がやっぱり続いてしまいますね。そうするとまた負荷がかかって筋分解もね起こってしまいますし、疲労にもつながってしまいますね。朝から疲労を招いてしまってるでは、何のために一日過ごすんだみたいな感じになってくるので、朝ごはん見直しても見てもらえるといいかなと思います。でここからはじゃあ何が NG かになっていくんですけれども、アスリートだったり選手たちをちょっと対象にお話をしていくので、対象が違えば NG 食材っていうのも違ってくるかなと思います。あとは一日の流れもねもちろん違ってくるでしょう。選手一つとってもカテゴリー競技違えば様々かなと思うので、大きく当てはまるように今日はお話をしていきたいなと思います。一つ目の NG 食品についてなんですけど、こちらはパンですね。 NG というよりは気をつけてほしいっていう観点かなと思うんですけれども、パン1枚のみになっていたしませんかね。成長期選手たちもそうですし、大人の選手たちもそうなんですけど、より気をつけてほしいんですけれども、朝がパンの1枚のみになってしまうとどうしても糖質不足起こりやすくなってしまいますね。もちろんこう小麦ね血糖値の乱高下も招きやすいっていうのもあるんですけれども、リキガットとかグルテンの話だけではなくて、糖質確保したいっていう理由からしっかりとエネルギー源の朝ご飯で取れるととてもいいかなと思います。小さいおにぎりでもいいからご飯でしっかり取れるといいかなと思います。パンとご飯だと朝からエネルギー量およそ1食分で比較すると倍ほど違ってくるので気をつけてもらえたらと思いますし、どうしてもパンがいいとか、選手によったらパンの方が消化吸収がね早いのでパンがいいですっていう選手は複数枚食べるっていうところも意識してもらえるといいかなと思います。あとはもう菓子パンはこれもお菓子なので菓子パンだけで済ませてしまうと、それこそタンパク不足になったりだとか野菜も取れないとか、いろんな足りない足りないにつながっていきやすいので、ここはちょっとまだ食パンでいてもらう方がいいかなと思います。パンと反対側でねすごく頑張ってる方でよく聞くのが、玄米っていう部分なんですけれども、雑穀米にしている方もいらっしゃるかなと思います。減量系の選手たちで言うとまだまだ感じかなと思うんですけれども、成長期の選手たちで、ミネラル吸収の阻害が起きてしまっては本末転倒ですし、そもそも糖質量の確保をしたいのに胃腸に負荷はもちろんかかりやすかったりもするので、成長期たちの選手にとっては白米で取れる方がとてもいいかなと思います。玄米ミネラル源も多いんですけれども、すごく意識をしてくださって玄米にしてくださっていたり雑穀米にしてくださっていたりするとは思うんですけれども、時々によってここはちょっと変えていく必要はあるかなって、試合の日とかもね特に白米にしたりとか、そういったところでポイント変えていけるようにできるととてもいいかなと思います。2つ目の NG 食品なんですけど、これ加工肉ですね。ソーセージだったりベーコン朝済ませてませんかね。どうしても脂質が多くなってしまうことと、タンパク
量がやっぱり少ないですね。ベーコン1枚だけとか、ソーセージ1本2本だけってなってくると、タンパク質量が不足してしまいますね。なので大豆だったり、まあ、魚介類も含めて、お肉お魚も含めて、朝からちょっとずつでもいいから取れると、同じ量でもお肉お魚から取るのと、ベーコンで取るのと、加工肉で取るのとはタンパク量が違ってくるので、少ない量しか食べられないのであれば、ちょっとチェンジをしてみるっていう工夫は一つ大事かなと思います。3つ目いきましょう。プロテインのみサプリのみになっていませんかね。朝ごはんのね、目的としては1日の血糖値を安定させることなんですよね。エネルギー源を確保することでもあります。ということはですよ、タンパク質をプロテインでね取ってるのはいいんだけれど、エネルギー源取れてますかね。もう朝食欲がなくてプロテインに済ませていくっていう人もいるかもしれません。そういった時には、じゃあ果物も入れてスムージー状にしてあげるとか、糖質源で取るといいかなと思います。液体だからダメとかいいとか、液体の方がいいパターンもありますね。消化吸収は早いですし、胃腸に負荷はかかりにくいです。そういったことが悪いわけではないので、プロテインのみとかサプリのみにならないように注意してもらえるといいかなと思います。あとは、まあ、プロテイン過剰になってそもそも消化不良起こっちゃってるよみたいな人も見かけられるので、まあ、そういったところ、まあ、そもそもプロテインの種類からっていう話にはなってくるんですけれども、まあ、見直してみてもらえるといいかなと思います。4つ目、飲むヨーグルトだったりカップヨーグルト、ここ落とし穴になりがちなんですけれども、まあ、選手たち、まあ、腸内検査をしてみて、まあ、どのヨーグルトが合ってるとかね、まあ、そういったところも見ていったりもするんですけれども、ヨーグルトの部分でプレーンのね、何もお砂糖が入ってないものに自分でオリゴ糖を足したり蜂蜜足したりだとか、それこそまあいろんなヨーグルトありますよね。豆乳に変えたりだとかもそうですし、菌の種類もねいろいろ違うので取っていくのはいいと思うんですけれども、カップヨーグルト、お砂糖がたくさん入っていたり、人工甘味料が入ってやすいですね。なんならもう脂質たっぷりみたいな、もうほとんどそれおやつじゃですかみたいな、お菓子ですかみたいなヨーグルトもたくさんあるので、まあ、その結果人工甘味料含まれてて腸内環境荒れてしまってましたみたいな、だったら取らなかった方が良かったよねみたいなことにもなりやすいので、まあ、そこをちょっと見直してみていただけるといいかなと思います。あとは種類を変えてみるっていうのも一つポイントかなと思います。今このチャンネルでも鉄分ヨーグルトがとか鉄分取りたいみたいなお話をするから余計かなとも思うんですけれども、鉄分ヨーグルトね、こう買うときに注意してみてほしいのが、やっぱり添加物たくさんにもなりやすいので、まあ、手軽なんですけどね、まあ、この差し引きの部分ですよね、何を優先としていくかではあるんですけれども、ちょっと注意をしてみてもらえるといいかなと思います。それこそヨーグルトだけにならないっていうところも注意ポイントかなと思います。では次行きましょう。最後ですけれども、朝食なしさんですね。朝食なしさん、ここぜひぜひ改善してみてください。朝食ないまま学校に行ったり、朝食ないまま過ごしていませんかね。短期間のファスティングじゃなくて、毎日ね連続して行っていってしまうと、習慣として続いてしまうと、夜間低血糖ということにもつながってきます。そうするとまた朝はお腹空かないと、このね負のループにもつながっていきますし、夜の睡眠の質も下がってしまって、身長体重アップにも影響してくるでしょうし、糖質の代謝能力自体が落ちていきますね。体が小さいエネルギーでこう働こうとしてしまうので、糖質をエネルギーに変えるっていう力自体が弱ってしまいますね。アスリートの皆さん、試合の日だったり、まあ、パフォーマンスを発揮しないといけないんですよね。その時エネルギー発揮が必要なんですよ。パワー発揮が必要なんですよ。なのにもかかわらず力を発揮できない体を作っていってしまってるっていうのは大問題かなと思うので、まあ、そういったところは見直してみてもらえるといいかなと思います。もう体が、ね、エコモードになってますみたいな選手いますね。逆にもうめちゃめちゃ代謝しますみたいな選手もいるんですけどね、身長大ジャップどうしようみたいな選手たちもいるんですけれども、まあ、そういったところエコモードになっていないかどうかも含めて、朝食ね少しずつでもいいから、それでいうともう1から4の食材も含めて活用してもいいから、なしよりはまだ食べてほしいなっていうところかなと思います。いろんなものも活用しつつ、それぞれの段階で頑張っていければなと思います。パワーフード10選というところでもご紹介しているかなと思いますが、やっぱりご飯とか果物でもいいですし、芋類でもいいです。糖質源しっかり取りつつ、タンパク源もお肉お魚からしっかり取りつつ、鮭フレークとかシラスとかチリツモでもいいですね。こういったものもうまく活用しつつ、あとはまあそれ以外おかずだったり汁物だったりもうまく活用しながら、朝食もパフォーマンスアップに役立てていただければなと思います。いかがでしたでしょうか。こういうのどうでしょうかとかもあればコメント欄にいただけたらと思います。このチャンネルではアスリートのための栄養の情報や無添加情報を発信しているので、ぜひぜひチャンネル登録コメントお願いします。概要欄からはレッスン体験会にも飛べるようになっているので活用していただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート栄養チャンネル北見でした。